P-40 トマホーク、キティホーク、ウォーホーク P-40K1CU42 から46,051号機。P-40 はアメリカ合衆国のカーチスライト社が開発し、アメリカ陸軍航空軍で運用された戦闘機。性能的には平凡な機体であったが、実用性が高く、常に量産体制が整っていたこともあり、連合国が劣勢であった。 対戦初期に重要な使命を担い、各国軍で広く運用され、ドイツ軍や日本軍と戦った。相性は3種類あるが、イギリス空軍で使用されたものの逆輸入である。アメリカでの相性は A 型から C 型までは、トマホーク、D 型と E 型はキティホーク、F 型以降はウォーホークであるが、イギリスでは F 型以降もキティホークと呼ばれた。 1938年 P-36 を空冷エンジンから液冷のアリソンエンジンに換装した改造型 XP-40 が初飛行した。この機体は最高速度が原型の P-36A よりも時速 50km 近くも速かったので、直ちに量産命令が出てアメリカ陸軍航空隊の主力戦闘機として採用された。 武装は機種に 12.7mm 機銃が2丁で、ある。量産型の P-40 は、さらに設計を洗練させ、単なる P-36 の改造機から、機体構造を見直して、最大時速を時速 575km に向上させ、武装も 12.7mm 機銃2に加えて、主翼 7.62mm 機銃2に強化された。 そして当時ドイツ空軍と交戦していたフランス空軍に H-75 の後継機として採用された。しかし引き渡し前にフランスが降伏、発注されていた H-81A140 機はイギリスに引き取られトマホークアイの名で使用された。また1940年10月から引き渡された武装強化型110機がトマホークイーヤ、 造装を使用可能にした930機がトマホーク IIB の名で使用され、その後キティホーク I560 機が購入され、使用された。以降は、レンドリースとして、P-40E 相当のキティホーク IA が1500機、P-40 回相当のキティホーク2が330機、P-40K、L、M 相当のキティホーク3が616機送られ、 キティホーク4588機がそれに続いた。この他、自由ポーランド軍やトルコ軍、ブラジル軍、南アフリカ空軍でも使用された。英国連邦軍のキティホークは1941年末頃から北アフリカ戦線で活動を始めたが、当初の方はドイツ軍の BF-109 に性能で及ばず戦闘爆撃機として活躍した。その後の地中海の戦いでは、 軽量化され性能向上した、キティホーク砲が空戦でも活躍するようになり、以後終戦まで使用された。ソビエト連邦にも供与され、赤色空軍や海軍航空隊で使用された。同国では、トマホーク E やと IIB の主翼 7.62mm 機銃を撤去し、機種の 12.7mm 機銃だけにした、軽量仕様で使われた。さらにキティホーク I、キティホーク I、 キティホーク3、キティホーク4も送られている。一機の P-40 は、ジミー・ドゥー・リトル少佐が、ヘンリー・アーノルド陸軍少将に所望したことにより、ドー・リトルの専用機となった。この機体に登場し、ドゥー・リトルは、ワシントン DC や、核飛行場間を移動した。第二次大戦開戦時、基本設計が古い P-40 は、すでに、 ドイツ空軍の戦闘機に性能面で見劣りするようになっていたが、当時これらに何とか対抗できる性能を持ち、かつ他国に供与できるほどの十分な生産供給体制が確立していたアメリカ陸軍機は P-40 のみであった。また、その機体構造そのものの頑丈さと防弾性能の高さ、内部機構の信頼性の高さ、 また p 4 e から主翼へ6兆に増えた 12.7mm 基銃の大火力も現場からは好評であった。日中戦争で日本軍の攻勢に苦しんでいた中華民国の将、海石の妻で国民党航空委員会秘書長でもあった装備例のアメリカ軍への呼びかけにより中国空軍の訓練教官及びアドバイザーとして 国民党政府に雇い入れられたクレア・リーシェンの音により、アメリカの義勇兵パイロットで編成されたアベグは、PE-40 を129機装備し、中国軍を支援するため現地で活動した。太平洋戦線のフィリピンの戦いにて、アメリカ極東陸軍に配備されていた PE-40CE は、日本海軍の零式艦上戦闘機をはじめとする。 日本軍機の溶撃に当たったが、溶撃前に航空撃滅戦の爆撃で地上破壊されたものが多く、フィリピンや撤退先のインドネシアで出撃できた一部の機体は、冷戦や日本陸軍の一式戦闘機、春の空戦性能に遅れを取り、劣勢に立たされた。その後もソロモン諸島の戦いやニューギニアの戦い、中国戦線に投入され、日本軍機と交戦した。 連合軍は後に、武装の貧弱さと高度性能の改善を図り、マーリンエンジンを搭載した買い方を投入し、これを、ウォーホークと称した。P-40F は高々旅においてはるかに良い、性能を発揮した。しかし、あまり多数のマーリンエンジンは入手できなかった。より優れた、ノースアメリカン P-51B、シーマスタングにそのエンジンの優先権が与えられて、いたからである。 その後も改良が続き、K 型の途中からは、機体の全長が後方へ51センチメートル伸びた、長胴型となる。対戦中期以降、主力戦闘機のザワ P-38 ライトニング、P-47 サンダーボルト、P-51 マスタングに譲ることとなったものの、対戦後期の1944年にかけ、総数13,738機が生産された。 エンジンと武装の改良を繰り返し、1943年に初飛行した最終型の旧型は高性能を発揮したが試作に終わった。なお、日本陸軍は南方や中国などで完全な状態の P-40E や P-40N を数キロかし、内地に送りテスト飛行や研究用に使用したほか、1943年に羽田空港で開催された、 露角機展示会で一般向きに公開されている。また、西宮にあった国民航空連成場にも露角機が展示されていた。さらに1943年公開の航空映画、愛機南へ飛ぶ、1944年公開の航空映画、加藤春戦闘隊には同じく六角されていた海にエえフファローと共に一式戦、春の敵記役,役として出演した。 ビルマ戦線のラングーンでは、防空を目的として、少数の路角、p 4 e による、臨時戦闘隊が飛行第50戦隊の高野明、中尉以下4名の操縦者と整備隊で結成された。しかしウィジンの夜間迎撃では、飛行第12戦隊所属の97、四季重爆撃機を誤って、不時着大破させるなど活躍することなく、3ヶ月後の5月26日に、 解散している。1943年11月当時、大学生だった佐々木陸軍将尉は陸軍航空技術研究所で路角展示された P-40 に登場。防弾装備と小便を機械に排出するため操縦席に備え付けられた蛇腹状の管を見て人間工学を配慮した設計に感銘を受けている。 P-40E の三面図現在、多数の P-40 がアメリカを中心に現存しており、かなりの数の機体が飛行可能な保存状態にある。トラトラトラの撮影に用いられた P-40 のプロップ。ありがとうございます。